やってきましたね、クリドール駅伝。早く行かないんですか、プリンス。走ってるつもりしてますけど、今日何で来てますか。どういうことですか。やる気で来てますよ。もうお腹ペコペコです。早く食べたい。ラストスパート。え、走るの。そう、今回ご紹介するお店こちらです。タスキがつながったのは東根市にある新月さん。ゴールまであと少し。のれんをくぐって、はい、到着。もう入っていいですか。いやいやいや、もう美味しいもの待ってます。ダメです、まだダメ。前回しんがりさんで、はい、何をご紹介してもらったんですか。新月さんの塩釜焼きが美味しいぞって教えてもらいました。ちょっと美味しいっすね。なんでですか。だって塩釜焼きでしょ。いや、フルネーム。はい、もうちょっと長かったです。あー、そういうことね。どうですか。船形さんマッシュルームとお肉です。美味しいお肉の塩釜焼き、合ってるでしょ。はい、書いていい。ちょっと惜しいな。なんでダメですね、それじゃ入れません。嘘、それじゃ入れません。入れないんですか。なんでいきなりここでクイズ大会なんですか。はい、船形さんマッシュルーム合ってますけど、はい、この後のお肉は、はい、どこの何でしたか。どこの何、ね、そんなプリンスは言えるんですか。言ってみてくださいよ。山形さん、正解です。入りましょう。まさにそれ、楽しみです。もうとにかく今日は美味しいお肉が食べられるっていうのが楽しみにしてきました。しかも塩釜焼きってどういうスタイルなんですかね。いや、楽しみ、ワクワクしますね。よし、待ってください。お店さんの雰囲気すごく上品です。レディーな感じで、ちゃんと年相応の女性らしく美味しくいただきたいと思います。よし、コンコンコン、失礼します。今日はよろしくお願いします。私、テレビユー山形に勤めております、はいはい、渡辺直と申します、はい、ご存知しておりました。恐れ多いです。恐縮でございます。こちらこそよろしくお願いします。ご主人のお名前も伺ってよろしいですか、はいはい、ちょっと私の名前ちょっとややこしいんですけども。ややこしい、それはちょっと癖がある。井上藤明と言います。藤明さん、はい、え、どういうふうに書くんですか。まあ、幸福の福に、はい、ことぶきに昭和の昭で藤明って思うんですけど。そうなんですよね。 めでたすぎてもう頭の中パッパラパラなんですよ。やめて、やめてください。ズバリこちらのお店はどんなお料理が味わえるお店なんですか。そうですね、あの和食をメインとしていろんなあの創作系の料理になるんですけども、テーマパークに来ていただけるような感じで、はい、こう楽しんでいただきたいというのがうちの店のモットーなんですけども、スタッフとのみんなとのコミュニケーションだったりとか、まあ、お客さん参加型の料理であったりとか、そんな感じになりますので。そんな中ですよ、今回いただくお料理っていうのが、はい、船形マッシュルームと山形産の黒毛和牛の塩釜焼きということで、はい、まあ、簡単にでいいです。簡単に、どんなお料理なんですか。マッシュルームと牛肉と塩でできた料理、はい、そのままやんけ。ごめんなさい、素敵な空間がちょっとごめんなさい。まあ、それを一緒に焼きます、はい、お、焼き物。焼き物ですね。なんですね、まあ、蒸し焼きみたいな感じですね、えー、お祝いの一品でお出しできるかなみたいな、はい、お祝い、なんだろう。料理が出てくるのかしら。なんだか失礼します。胸が高鳴るわ。はぁ、失礼します。せっかくお上品にいたのに。ご主人、燃えてる。びっくりした。燃えてます。塩釜焼きになりますね。おぉ、すごい、びっくりです。大きい。この火が消えた頃に、はい、常日頃の恨みを込めて、ドン。ご主人、私の何を見てるんですか。出てきた瞬間
大きさにこうわーってびっくりしましたけど、燃えているということにさらに驚きました。まさにテーマパーク。ありがとうございます。驚きがだってこう、ね、二段パンチでやってきましたよ。もう一回ちょっと驚いてもらおうかなと。爆発爆発しないです。こういったスタイル の, あのお料理私見たことあります。あの、はいはい、タイとか タイですよね。そう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 、それこそおめでたい席に、はい、タイの塩釜焼き。そうなんですね。確かに見たことある。例えば顔合わせとか、はいはい、そういう時にちょっと、あと退職祝いとかそういうのにお出ししてるんですけど、持ってきてくださったんですね、はい、ちょっとやんちゃなやんちゃな道具を。ぜひぜひ。良いのですか、ありがとうございます。結構多分硬いと思うんで、はい、どこを行きましょうか。この辺を振りかぶる2、3回行かないといけないかもしれない。そうなんです。じゃあ今日はあくまでもお上品に、お上品に行きますよ。せーの、やー。あー、来ましたね。じゃあこの辺全部やってください。結構今上品とかあの関係なくいつもの私で行ったんですけど、いいっすね。硬いですね。しっかりしてますね、もっと足りないってことですね、ちょっとまだまだ上品だったのかな。いきますよ、はい、早く美味しいお肉に出会わせて、やー。やー、いいですね。来ました。あー、潰れちゃいました。止めてくださいよ止めてくださいよ最高です、最高です。ごめんなさい、事件だ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 。爆発爆発しないです。しました。あー、潰れちゃい。ありましたっけ、ね、そうですね。なんか、綺麗に割れてます ね, そうですね。さすがです、ね、今までで一番綺麗です。やったということで、ご主人、はい、はい、中から昆布に包まれたお料理が姿を現しましたね、はい、お祝いの席でっていうことでしたけど。そうですね、どのあたりが、まあ、お祝いの席にぴったりなこうお料理っていうので、まあ、まあ、喜ぶとかいろいろ、まあ、塩っていうのは昔すごい高貴で手に入らなかったとか、 あとは卵もすごい昔高かったんですけども、そんな感じでいろいろ、なんかタイだと、まあ、その辺で食べられるかなみたいな感じで、そういった、そうです、ご主人の、はい、らしさみたいな、そうですね、あるわけですね。うちはうちらしくみたいな感じでちょっとやってるんですけど。なるほど。うわ、もうこの中が一体どんな風になってるのかますます気になりますね、はい、その昆布のちょうど旨味がちょうどどういうことが入っていくんですよね、ちょうど、はぁ、へこんでます穴開いてますね見事にあの貫通してますね貫通式ですめでたいおいしそう。じゃまずはそのままでいただきたいと思います、はい、みねー、おいしそういや、もうおいしさがポタ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 、これ以上落とす先にいかない、はい、いただきますやっせーの、うん、よかったです。カルミの上質な旨味、油の甘さ、口開くと口の中から溢れ出ちゃいそうで、よだれたらさない、うん、なんか本当に今お口に着したいくらい。あ、よかったです。おいしい。お肉の美味しさがマッシュルームにこう移って、もうマッシュルームなんだけど全てがお肉のような、そんななんかジューシーさ味わえるんですよ。がしかしそこまでこう重たくないって感じるのはマッシュルームのみずみずしさ、 そのうまみからなのかなと思います。
すっごく今口の中がお肉とあとマッシュルームの芳醇な香り、すっごく心地いいです、はい、おいしい。いやこれはめでたい、めでたいウニのつけだれと一緒に味わいたいと思います、はい、じゃウニをこれを潰す、はいはい、潰します、せーの、はい、でこんな感じ、はい、はい、そこにトロトロに、そうですね、こんなにウニいっぱいいいんですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。おいしい、食べてないけどおいしいそれにちょっとだけ醤油を垂らしていただいて、はい、醤油を垂らします、せーの、このくらい、はい、トロトロになりました、トロトロ、わかります、トロトロウニ、お肉とマッシュルームをウニのつけだれにガッチリと絡めて、もう本当にガッチリ絡めて、美しい、見て、お肉がウニのお化粧をしたよ。よっしゃ、行ってきます。うるさかったいただきます、行ってまいります。私のこれ、お肉で嬉しくて涙が出そう。うん。どうですか、ウニ。ウニの味わい、そして塩味がまたお肉とマッシュルームのうまさを引き立たせてくれてる感じ。また変わりますよね。良かったです。合いますね、ウニ。そうですよね、素材のうまさをとにかく感じられるお料理だなって思いました、はい、一つ一つの素材を大事にされて、多分理解してらっしゃるからこそのこの合わせ技。さす、全然わかんないですよ全然わかんないですよ謙遜してますこの組み合わせだって思ったのは理由があるでしょうかな。どうなんですかね、多分自分天才なんですよねすいません気づちなくてよかったです。気づちなくてよかったです。気づちなくてよかったです。本当どの付け合わせでいただいても美味しいから、これだけしっかりね量があってもな、もちろん一人で食べることはないでしょうけど、いろいろな楽しみ方、はい、味わい表情に出会えるので、はい、すごい楽しかったです。ありがとうございます。また親しい方とか、まあ、お祝いの席とかみんなで一緒に食べたらさらに楽しい会話がこうね繰り広げられそうな、そうですね、笑顔が広がりそうな、うん、そんな一品だなと思いました。ありがとうございましたこちらこそです美味しかった。ご主人、はい、今回の企画、食い倒れ駅伝リターンズということで、はい、お店のご主人から次のお店のご主人美味しいと思ったものを数珠繋ぎに繋いでいただかなきゃいけないんですよ、はい、ということで次のお店をご紹介していただきたいと思います、はい、ご主人どちらになりますか、はい、あのイタリアンのペコリーノさんっていうお店になります。可愛いお名前ですね、はい、そうですね、すごい何を食べても美味しいんですけれども、中でもそちらの何のお料理に、はい、そうですね、私はオムライスが好きでよく食べに行くんですけども、はい、洋食屋さん、ね、そうですね、もうオムライスってことですか、そうですね、もう想像しただけで絶対美味しい、はい、じゃあお電話します。えい、あれ、あ、わかりました、はい、出ていただけるでしょうか。ほら出ていただかないとハラハラしますよね。いいですね、私あの時の気持ち分かりました。ました、あ、もしもし、はいはい、あ、すみません、テレビユー山形の渡辺直と申します。はい、どうもどうも、こんにちは、ペコリーノさんですか。そうです。あ、突然お電話してすみません、はい、実は今、はい、TUI の YouTube チャンネルにあります食い倒れ駅伝リターンズという企画の取材、ロケをさせていただいておりまして、はい、東根市にあります新月さんにお邪魔しておりました。はい、はい、そこでそちらのご主人からペコリーノさんのオムライスがうまいぞということで紹介いただいたんですけれども、ありがとうございます。あ、いや、こちらこそです。あの、ぜひたすきをつながせていただきたいのですが、ご迷惑じゃないですか。大丈夫ですか。はい、オッケー、 ありがとうございます。
ありがとうございます。ペコリーノさん、せーの、ペコリーノあ、見えないですよね、何も見えないですよね、多分ね、ペコリーノさん見えないですよね。今の全力でお辞儀させていただきました。感謝の思いを込めて若干引いてらっしゃいます。大丈夫です。大丈夫ですか。ちなみにどんなオムライスなんですか。炒めないで、炒めのまま、ペコリーノさん、だからこその、ペコリーノのオムライスっていうことで、なんか普通のオムライスとなんかまた違うようなオムライスに出会えそうな予感がしますね。プンプンしますね。今お話を聞いてますます食べたくなりました。はい、どうぞよろしくお願いします。では、ペコリーノさん、本当に、ありがとうございます。よろしくお願いします。ペコリーノ。すみません。完璧すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。つながりました。よかったです。私の時つながんなかったですからね。本当ですよ。すみません。どれだけ不安だったか。いや、お料理のエンターテインメント性はもちろんですけど、ご主人の本当エンターテイナーのような人柄にも、はい、すごく楽しい美味しい時間を過ごさせていただきました。新月って最初あの店名を聞いて、なんかすごく綺麗なお名前だなと思ったんですけど、こうどんな思いが込められてるんですか。そうですね、うん、まあ、まあお客様を月明かりのような心でお迎えしたいなっていう、そんな意味合いを込めて、ただの飲食店じゃない、こう本当に自宅に帰ってきてもらえるようなお店にしたいなっていうような、そんな意味合いで新月ですね。素敵です。本当にありがとうございます。いや本当にご主人の人柄、そして美味しさに照らしていただいたような気がして楽しい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた帰ってきますね。はい、新月の月明かりを頼りに、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。